あのスニーカーって、はい、まあ、素材ワンパターンじゃないというか、まあ、さっきのバンズとか、まあ、2パターンだったんですけど、はい、ちょっと結構やばいの持ってきたんですよ。これ多分ちょっと嫌がられるかなと思ったんですけど、そうですね、まあ、ちょっと帰りたいですそんなにですかいやちょっとお願いしますよ。これがまあちょっといいスニーカーなんですけど、これまあちょっとこう特別なモデルだったんで、はい、アッパーはまあメインはスムースレーザー、はい、通常のツヤ側なんですけど、つま、はい、先にまあその合成比較、はい、まあ、フェルト的な素材なのかな、なんかエアマックスとかによくある素材なんですけど、ね、とかキャンバス入って、はい、まあ、スウェード入って、まあ、ちょっとこういう型押しというか柄のものとかもあったりとか、はい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 、あと腹子、なるほど、この毛もあるんですけど、こういうのってどうなのかやりましょう。お、やりましょう。つま先とか結構、はい、汚れてる、結構汚れちゃってますね。ぶつけたりとかするのかな、結構気づいたら汚れてるって感じなんですけど、今回は、はい、今回はといっても、まあ、使うのは当然、はい、SC なんですけど、ね、はい、SC を使ってクレンジングしたいと思います、はいはい。で、まあ、金子さんおっしゃられていたように、まあ、いろんなこう素材感がある、スムースの部分とか、まあ、特に、耐久性はあると思うんですけれども、まあ、どちらかというとデリケート素材ゾーンになるのかなとは思います、うん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 、そういった時には、ちょっと我々では、ご案内していないブラシなんですけれども、うん、これあの豚毛の柔らかいブラシです、はいはいはい、なんかめっちゃ細かい感じですよね。そうなんです、もうだいぶこれ使い込まれてるやつなんですけど、はいはいはい、これを使ってやっていこうかなと思います。できるだけじゃあ柔らかいブラシっていうことなんですかね、いいかなと思います。なるほど、はいはい、まあ、当然 SC を結構ちょっと緊張しますこんな感じ、はい、確かに。でもこのつま先の素材って、まあ、やっぱりその定番のエアマックス1とか、はい、95とか、はい、結構内地使われてる多いです、ね、多いですよね、はい、だから実際どうやったらいいかっていうのも結構悩まれてる方多いかもしれないですね、うんうんうん、ちょっと優しくやっていきますけどね、はい、おー、でもやっぱ細かい毛だから結構あれなんですか、泡立ちがさっきとちょっと違う感じ。あ、泡立ちはね、いいですね。はい、これは、まあ、水もこうちょっと含ませた感じのブラシですかね、はい、特に腹この部分なんかこう毛の流れに沿ってって感じ、ね、そうです、そうです。できるだけ優しく優しく、はい、いやでもちょっと気持ちよさそうな感じですね、こういう状態で、はい、最近結構いろんな素材使うシューズ多いんですよね。多いですね。やっぱりそういったちょっとプレミアスニーカーとかって履きたいですよね見せつけたい、見せつけたい、汚れた時いざどうするか、どうするか、はい。いやでも本当に本当に何の素材にも使えるって感じなんですか。使えます、すごい、はい、先ほど気になられていた、はい、トゥーの部分、ここら辺なんですね、はい、ちょっと直付けしようと思います。なるほど、結構いろいろあれですね、やっぱりケアしていく中で自分なりのこういうやり方というか、あ、こういうのがなんか良さそうみたいなのが出てきますよね、はい、結構我々の製品はあの分解が特徴ですので、うん、ちょっと直付けをして分解させる時間を作ってあげるっていうのも、はい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 、あのしつこい汚れの時はそうです、ね、いいのかなと思います。実際パッケージにはこう拭いてちょっと待つっていう感じですので、そうです、まあ、染み込ませて、まあ、それ分解させる時間っていう感じですね。そうです、そうです。大体の、はい、あでも汚れはもう取れてるかなとは。結構汚れてましたからつま先、あでもないですね、なさそうっす。で最後は、はいはい、拭きます。あ、でもすごい綺麗、お、めっちゃ綺麗ですよ、うん、いやすごいすごい、もともとこっちは結構汚れてたんですけど、こっちと比べても全然だいぶ全然だいぶフレッシュになりました。いやめっちゃいいですね。本来ねこう見ながらまあまあそうですねやりますので、そうそうそう、ちょっと変なやり方をおっしゃってるんですけど、すごいすごい、
いやこれ結構本当に悩んでる方多いですよ絶対。あとはまあ2択あると思うんですよね、まあこの状態で LC をかけてフィニッシュさせるか、うん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 、あとは ASP、 はい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 、はい、ASP これでフィニッシュさせるか、まあ、どっちかになるんですけれども、はいはいはい、レザーの、まあうん、特にスムース面が多い場合は、うん、おすすめはこの LC、うんうん、これで終わらせた方がなるほどおすすめです、うん、綺麗ですね、うん、いやめっちゃ綺麗ですね、すごいすごい